はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド。今日は2022年2月27日、日曜日。はい。ということで、スーパーレジェンド、井戸前博光さん登場でございます。井戸前さん、久しぶりで。はい、久しぶりですね。お元気でした。まあ、相変わらずです。相変わらずでと。この間に変化があったのは、見たネットニュースで見たんだけど、はい、フットゴルフ。ああ、そうですね。フットゴルフ。そう。なんか今、フットゴルフも結構熱いんじゃない？まだ寒いけど、まあまあ暑い。まあまあそうですね。やってくれる人多くなってた。ほら、帝京の、でもレッツでもそうだけど、後輩である、阿部俊之君。阿部俊之君、最初に今後始めた感じで。そうだね、やってくれる。で、まあ今、レッツ協会にいますけど、堀之内とかも一緒にやってて。うん、で、まあ少しずつ、羅列絡みだと、まあ、加藤信弘っていうね。あいつはプロセミの資格ですよ。フットゴルフ勉強します。でもあれ京都にいる。あ、そうなんだ。ちょっとあの絡みがあるので俺取りに行きたい。あ、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひと思うんですけど、ということですね、メッセージ、こんにちは、お世話になりますスーパースターがって、ついついですねスーパースターがいるということで、みつる、こんにちは。こんにちは。元気だけだな。駆けつけちゃいました。コメントもらってますけど、駆けつけちゃいました。もうここね、毎日、ライブで、昨日も3回くらいライブやってですね、かなりの人数来てくれてるんですけど、はい、あのほら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 をね、すいません、今日のギャラはですね、T シャツだけです。ありがとうございます。あの3年間来ます。ギャラがね、まだ払えない。T シャツだけですけど、あ、もしよかったら皆さんスーパーチャットの方に入れていただければなと思います。こんなこと普段言わないんですけど言ってみたいと思います。吉田さん、磯貝さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。大久保さん、こんにちは、よろしくお願いします。レジェンドが、さらりと言われちゃいました。やっぱりね、ガンバ戦の翌日なんで。そうですよ、勝ってくれまして、ね、でも俺もレッツも行けたら、まあ、あれでもね、あの、浦和レッツの後にはチーム所属してないから。そうです、ないです。だから、まだ浦和レッツ。浦和レッツでね、あの、ほら、早くね、スーパーチャット入りましたね、近藤無線、レジェンドに向けて。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、日本サッカー協会で移籍するときには前のチームからね、移籍証明書を出してもらわなきゃいけない。なんで恨まれずにずっと、まだ席があるということ。大好きなレッツ、よろしくお願いします。で、まあ、ガンバ大阪。ガンバ大阪はね、キャプテンも、まあ、いろんな思いもあると思うんですけど、チームの調子がね、まあ、監督も変わって、うん、実際、昨日の試合見てて、簡単ではない、まあ、負けたレッツだね、とは言うんですけど、ガンバも簡単そうじゃないな。うん、いや、ちょっとね、重たいというか、なんだろうな、若い子がこう伸びてるのと一緒で、それについていける指導者というかな、その熱量を伝えきれてないんじゃないかな。なんで、まあ、片野坂が監督になって、まあ、情熱かな。うん、そういう部分じゃね、いい期待したいけど。あれ、その磯貝君がそのいろんな監督さんと仕事をしたりとか、まあ、あるいはいろんな指導者の人と、はい、音でプレーしたと思うんですけど、一番こう印象に残る監督、まあ、難しいから絞るのかな。仕事したい人と仕事したくない人、まあ、あると思うんだけど。まあでも、なんだろう、プロとしての感覚はもうなんかないかな。うん。まあ、お互い与えられたことでやるだけだから、特に思い入れはない。例えばね、
こういう質問ありそうでなんかないっていうか聞いたことない。鎌本邦史さん。はい。ね、一緒に、まあ、最初に仕事してるから。はい、はい。鎌本さんってどんな感じの方なんですか？鎌本さんはね、監督っぽくないよね。やっぱり、まあ、会長だとかさ、うん、やっぱそういう、なんかゼネラルマネージャーっていうかさ、なんかこう、ちょっとこう、グラウンドから離れた方がやっぱり似合う。で、非常にだって、あれでしょ？関係はいいでしょ？関係はいい。だからそういうのなんかで、ね、すごくこう前向きって前向きだ。選手側にとってくれるってはいい、前向きな、としか言わない。あ、選手の気持ちもよくわかる。うん、わかるから。だからもう、あんまりなん余計なことは絶対言わないです。うん。パギちゃん。吉田さん、磯貝さん、FUG ファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。山崎さん、こんにちは。吉田さん、皆様、よろしくお願いします。山崎さん、わかる？こういう人もレジェンドって言うんだろうね。若い人なんだよね。山崎さん。キムさん、こんにちは。吉田さん、磯貝さん。よろしくお願いします。です。キムさん、ちょっと緊張してるんじゃないですか。熊本の方です。バイバイ。ヨガですね。まさしです。まさし。大津高校の近くらしいです。ああ、そうそう。また今度ぜひ。向こうで、ね、応援に行きます。秋山さん、吉田さん、皆さん、そして磯貝さん、こんにちは。こんにちは。小手川さん、どうもありがとうございます。レジェンドの話が聞けるのは素晴らしいです。ありがとうございます。ということで、ナイススーパーチャットでございます。ありがとうございます。ナイスパン。みつるからですね、今川焼きの差し入れがありました。いかがですか？それはもう素晴らしいです。ね、最高。あ、トラさん、こんにちは。トラさん、わかる？今日ね、昨日トラさんからも話もらったんで、FUG はね、やっぱ他に来れない人に出てもらうっていう部分だね。突然出るっていうのもいいと思うんですね。毎日来てください。毎日 FUG に来てください。いいことあると思います。いいよ。とりわけ、今日ね、さっきちょっと話したんで、磯貝博光、動画発信するかもしれない。YouTuber か TikToker かっていうことですね。ちょっとこう、いろいろ考えてますので、そうなるとですね、まあ、吉沢プロデュースでいいですよ。だからね。吉プロで。あ、いいね。吉プロ、まあ、吉プロだったらちょっとその、都度、今さ、誰々といるんだけど、行く行くって俺言うんで。みつるも来るかもしれないけど、俺も行く。さっきね、ほら、沢登君の話、うん、大学の、はい、そうですね、チーム名と、真面目なんでしょう。真面目。やっとまあ、そのね、エスパルスに戻れたっていうことで、こっちに。そうだね、だってさ、俺たちの年代っていうと、まあ同級生なんですけど、ね、監督やるんだってもう早くやるんだよ。加藤望がやったね。はいはいはい。彼が一番最初にやったんだよ。あと誰かいるんだよ。あと、そのぐらいが一番だよ。横山いるし。あ、横ちゃん、横ちゃんいたね。横ちゃんいたよ。もう横ちゃんいた、そうだ。ユージは結構ね、横はいろんなとこでやって、まあ、パルセーロ去年途中でクビになっちゃったけど、うん、らしいなっていう。意外とね、だから、この年代多くてこの年代多くないのもある。あるからね、あるね。どちらかというと、プレイヤーの年代なんだよ。ああ、サポーターとね。サポーター、強烈なサポーターいたもんね。そう、キムさん、かなり緊張します。熊本の人はね、やっぱり。横ばい。松下さん、吉田さん、磯貝さん、皆さんよろしくお願いします。昨日のライブ疲れて寝落ちしました。当時、磯貝さんは嫌な選手でした。やばいですね。そうなんですよ。今でいい人です。よろしくお願いします。それは俺ね、セレストファンなんで。なぁ、セレスト。まあ、いい。サッカーファン。あ、F、こんにちは、ってことで。F、今、今日ですね、与野にある、与野本町かな、北与野と与野本町の間にある最強さん、ラダースポーツさんのですね、に場所を提供していただいて、そうですね。ラダースポーツさんの方で撮影しております。配信終わりましたら、下に URL つけて、いきたいと思いますので、何か、動画、
関係がありましたら、あとはホームページのアクセスつけて、あのアドレスつけてみます。ナイスパッ、ね、秋吉さんこんにちは。この人も、はい、熊本です。おー、横ばい。あ、秋吉さん、熊本のどこかちょっと説明、もういつも聞いてるんですけど、僕はうまく説明できないんで、ちょっと書いてください。山の中か川の中かどっちかでしょうね。サラエさん、あ、そうね、熊本ね。サラエさん、ね、吉田さん、皆さん、磯貝さん、こんにちは。よろしくお願いします。あの、皆さんね、せっかくなんで、磯貝博光さんに聞きたいことあったら、どんどん、入れてこちらの方にコメント寄せていただければなというのと、あとツイッター等で、今磯貝さんが出てるよっていうのをですね入れていただければ、ハッシュタグ磯貝博光、ハッシュタグ浦和レッズ、ハッシュタグ FUG つけていただけると、参加する方が多くなるかなって、まあ、大体後でみんな見つけるんですよ、うんうん、大体後で見つけて磯貝博光動画をね、過去何度かこう出させていただいて、ウーバーイーツをね、ウーバーイーツ、ウーバーイーツもね、あの、なんだかんだ再生回数が増えてしまって、ああ、三つ、三つ、もう強制的にスーパーチャットって感じでね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、熊川さん、こんにちは。よろしくお願いします。磯貝さんと会いたい人は今なら会えますんで、夜のダーラスポーツに来てください。そうなんです。はい。まあ、ナイスパーってことなんで、まあ、ちょっとスーパーチャットのナイスパーコードは飛ばしていくかもしれませんけど、あの、まあ、監督の話っていうところではね、年明けにすぐ連絡を、LINE もらったんだけど、あ、そうだね。あ、ちなみに、秋吉さん、熊本市中央区。よかとこたい。ど真ん中ばい。真ん中ばい。都会こたい。アパート経営してる。一部屋空いてますか、ね、熊本で直しに行かないか。その時には。その時にはよろしくお願いします。で、あの、あ、光の森に勤めてる。惣菜作ってるらしいです。で、アパートの経営もしてる。はぁ、さすが。楽しんだりする。楽しんでるね。いや、そうなんですよ。いつも来てくれてね。うん、で、お正月に、連絡、LINE でもらって、まあ今こういう時期ならやらなきゃじゃないって言ってくれたんですけど、小峰先生。うん。小峰先生がお亡くなりになって、で、ちょうどですね、大晦日に、大津高校の、まあ、平岡先生。そう、あれも送ったね。はい、そうだね。で、陣中見舞い。あ、ちょうど、日付が。そう。磯貝君行った後に俺行った感じなんだけど、で、ね、まあ、大津高校はね、あそこは東工大附属のグランドで、すごいね、田町のね、目の前にあって、ね。怖いでしょ。で、まあ、平岡先生とも会ったんですけれど、いろんな部分でね、九州のサッカー、まあ、日本のサッカーをね、牽引してくださった小峰先生がお亡くなりになって、うん、で、ちょっと出たのよ。平岡さんとね、あ、喋ってて、そういう話になった時に、うん、みんな聞きづらかった。小峰さんの話は。うん、どうなのって言って、まだお亡くなりになる前だったから。そしたら、さすが平岡さんね、今こういう状況だよ。って言って、で、もう亡くなるんだって。もう本当にもう難しいんだっていうふうに平岡先生に聞いて、周りみんなやっぱりね、え、そうなの？なんかほら、まあまあ、そうね、その弱ってても死ぬなんて想像ができなくて、うんうん、で、選手権も来るって信じてるみたいな、うんうん、そうだね、ご本人はね、選手権に行きたいってずっと言ってたみたいで、すごい執念だよ。いや、もうそれはもう感じるよね、近くにいてね。初めて小峰先生とお会いになった。まあまあ、その話したとかなんかね、中学校ぐらいかな。うん。まあ、その、試合やってる先に、まあ、来て。で、来いよ。あの時はちょっとほら、島原行ったんじゃん。はいはいはい。先生がね。はい、でそこから多分、国見移るのし、もう分かってるから。うん、だから、国見とかあるから、来ないか、みたいな話で、ね。で、うちらのその、いた町の、滝上智美って。滝上先生一緒に飲んだものもありますけど、うん、俺ね、あの人本当スーパースターと思う。うん、なんて言うんだろう、そういうほらこう
各学年で、例えば僕らはまあそのまあ広岡さんもそうだけど、はい、そういう先生に育てられて、はい、あとは何先生でしょ、井川先生、井川先生ね、うん、だから育てられて中学、まあ中学は竹谷さんと一緒のところなんだけど、うん、そういうなんだろう、まあそういうルートにあったんだなっていう感じだけど、竹谷、うん、さん山のね、ちょっとこう人が少ない学校の中で育ってて、うんうん、そこからだから。しましょうよ。そうでしょ、全国優勝。そうそうそう。中学でもまあまあ強くなったんだけど、それがしましょうって優勝して、そこから順で、うん。なんか、あれ中だから、その、当時の、まあ、九州で、まあ、しましょうで優勝するとか、すごい、すっごいことだよ。すっごいこと。でもさ、勉強行くの決まっててさ、すごい、あれ、その、そういえばその高校選手権ってすごい気持ちで見てたんだよ。僕らね、あのもう、なんだろう、あの時は2連覇したじゃん。うん、平岡さんと岩井さんとかその流れで来て、はいはい、あの時はもうね、あの本郷館っていうのがそこに入ってた。はい、俺ら、そのジュニアユースの試合もあったんで、うん、で行って呼ばれて、この先生とかにも、だからジュニアユースの何人か誰横森とかなんかその、はい、横森くん、うん、なんかジュニアス行った子が入って、ね、名刺とかもうその豪華すぎて、うん、すげえなみたいな。選手権しよう、選手権しようね。まあレギュラーはレギュラーでこっち食って、こうレギュラーじゃない若い選手もいっぱいいて、もうそのなんか本当このぐらいの皿とかに、もうそのスパゲッティだとかそのなんつうのそのサラダとかステーキとかがもうてんこ盛りなわけ。それを残さず食わなきゃいけないから。影響のね、影響のね。やっべえ、ほんとこれやっぱなんか日本一のチームのなんか食事だみたいな感じで。いや、だってさ、いつもそうだと思うけどさ、サッカーだしよ、当時はね、高校サッカーのさ、話がいっぱい出るわけじゃない。なんかさ、俺たちが知ってる次元と違う話が書いてあるんだよね。ホテルがこうだとか、例えば小沼先生も、あ、刺激のものはダメですね。カレーは食べさせないとか、ああそういうのとか、ね、なんか言ってることが違うし、で、東京のやっぱ都会のチームだなって、まあ世の中もいっぱい言ってたけど、あの練習終わりにサウナに入るといいんだとか、何言ってんだこいつ、俺らが知らない世界があるよ、みたいな。いや、でも提供は、温水プールとサウナだったから、その、室内作ってそう。そうなんだよね。で、僕らの、時は西ヶ丘の地下のトレーニング場とあるから、今の俺たちの話です。そうそう、どっちでもよかった。なるほどね。で、うん、なんか言ってる次元がわかんないって。サチさん、吉田さん、磯貝さん、こんにちは。今日もこれから仕事なんで、アーカイブで見ます。磯貝さん、現役時代は嫌な選手のイメージしかないです。今はいい人。よろしくお願いします。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパーってことですね。あ、そうですね。高評価の方がまだの方は、ポチッとお願いします。というと、同時に、これはね、今日いい感じなんですよ。後で見てね、マジ出てるってなると思うんですね。マジ出てるっていうのでね。まあ、今、向かってる人もいっぱいいると思うんですけどね。3年というかね。まあ、面白い。で、じゃあ、そのまま高校、のその帝国高校の優勝連覇っていうのは、まあ、目の前で見たって。まあそうそう、決勝とか準決勝とかその前にはもうホテルは出てたけど、うん、だそういうなんていうのこう空気感だとか、うんうん、まあ、そういうものはもうひしひしいろんなもの伝わるけどバンバン、うんうん、ね、でその時のそのまああの時埼玉の岩井さんがキャプテンでしょ、そこに隙柄さんって方が、ね、男は狼ですね。狼ね。男は狼だって、あ、裏は糸ですね。そういうことですね。ね。そしたらいきなりもう、その、正月の、その、何、入る前の30か、31かな。ちょっといろいろ問題起こして、もう、髪の毛、ばあ、反らされて、確かにね。開会式出せません。お前だ、もう歩けねえぞ。そういう空気感がボーンってすっごいな、この影響、みたいな。やべえな、みたいなさ。面白い、面白い。さあ、もうなんかもう、中学校3年生にして、もうすでに高校サッカーって実体
世界しかない。もう実体感です。だからもう、まあ、まあもちろんマッサージされたりもそうだし、うん、部屋の過ごし方にしてもさ、うん、もうみんなお兄ちゃんが、うん、そうだよ、ね、中3から高3で、おまけにお客さんなのね。そらお客さんです。それ見てるとおっかねえわけよ。周大食さんとかめちゃ怖いわけよ。怖えなみたいな。ね。そう、岩井さんなんかとは、ね、喋れない。みんな埼玉の人の人のそうなんだよ。喋れねえわ、怖えわ。ね、どうなってんだ、このクラブは、みたいな。まあ、そうだよね。まあ、今でこそね、年の一つ、二つ、三つで、出したことないんだけど、高校生、中学校、高校生の一つ、二つ、三つは大きい感じがいやー、恐ろしいね。ね。でも、高3なんて言ったら、本当に、なんていうの、お兄さんに見えるんじゃない？うん。立派に見えるしね。そう。ジャージ着てても、スーツ着てるみたいに見えるもんね。そうそうそう。大人すぎるみたいな。ジャージがかっこよく見えるんだよね。そうなんだよ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 。黙る。おまけにそうだよ。黄色のね。そう。提供。まあまあ、そういうことでね。提供にも入ったんだけど。でも、その前、だから、小峰さんに戻って。うん。あ、そうですね。そう。小峰さん、だから小峰さんに、まあ、そう言われて。まあ、2、3回断ったんでね。うん。やっぱり、提供行きます、みたいな感じ。その提供に行ってから小峰さんとの再会っていうのは？提供行ってからの再会、ほとんどないよね。もう、最後の、あ、あるわ。最後の、いや、あるっていうか、もう最後の高校選抜ぐらい。あ、高校選抜、小宮さん監督優勝してるから。遠征です。遠征、俺らね、俺と長井君の問題を起こした。あ、なんだっけ、それって。夜抜け出したゲーム。前回。そうだ、ね、そう、前回ね、オフレコの話だったんだけど。夜ね、抜け出してさ。まあまあ、俺はまあ、ほら、先生、ね、提供だし、やつは国見で2年だったから、あと1年一緒だからね。恐ろしい、朝から起きたらもう顔面蒼白ですわ、あいつ。真っ青で。長井選手が先輩扱いになったから。先輩だからね。もう一人先輩。俺ら先輩に上がったけど、でも俺は一応ほら、やっぱ領収書を持って証明してみた。あね、そうでしょ。その時領収書をね、もうもらうというね、やっぱりちゃんともらわなきゃダメだよ、うん。国内でも国外でももらっとかないと、いろんなことあるから。詳しくはですね、これはメンバーシップの、メンバーシップの方では、この話、また今度、一番来てもらって、メンバーシップの時に飛んだんですよ。恐ろしいね。ほら、うちのメンバーシップも、まあ、ほぼもう、あれですから、同年代。まあ、同年代か先輩なんで。高校サッカーあるあるの、ね、いや、一つ。あ、そうね。毎年行われる。高校サッカーあるあるの、ね。毎年ヨーロッパに行って、毎年繰り広げられた、だってね、聞くわけだもんね。そうそうそう。みそぎですよ。どこ行った？高校時代の時はオランダ。うん、でその時はドイツだったかな。うん、でもね、まあまあ、そのスタジアムで、まあ、金子達人さん。おお、彼もそこで、なんかこう、サッカー見に、メーヘングランドバッハかなんか、どこあれ、違うな、フェイノルトか。なんかそんなとこで、あ、じゃあ、メーヘングランドバッハだ。そこで会って、そこからなんか、それからずっと仲良い。まあ、でもそうだよね。そういうタイミングで。会わないとね。まあ、そう、会ったりしたら、ああってなるなるなる。そこからの付き合いというか。一応、サッカーライターの人にね、言っときますけど、若いサッカーライターの人。アンダーエイジの選手といかに近づくか、いかに深くなるか。まあ、一番は指導者やったのが楽ですよ。ね、指導者やっちゃえば、もう自然にですね、あの時のこと、この時のこと、話できますからね。でもね、こう、なんだろう。まあ、僕はその金子さんにね、うん、言ったのはね、そのインタビューの時に当たり前のこと聞いたら選手は振り向いてもくれないって言った。例えば点決めるとかなったら、うん、点決めるその前のいろんなことがきっかけが絶対あるんだから、そこを見抜いてそういう質問した方が選手は、あ、この人サッカー知ってるなっていうその感じた時に、あ、
この人なら話せるなとかさ。だからそういうね。前も俺はこうよく取材とか来るとさ、まあ当たり前だけどなんかこう名前とか生年月日とか聞くじゃん。はい。調べてこう。いや、まあ、何しに来てんだってなるじゃん。プロだったらもうそこは省いていいですねっていうか一言の方がいいのに、いちいち確認で、こうなんで、で、熊本で、お前も早く死ねみたいな。わけじゃねえのか、みたいな。なんでいちいち俺がお前そんな。ふざけんな、みたいな。なんで自分のことはいとか言う。お前、警察じゃねえんだから、みたいなさ。あるじゃん、なんか。ああいうのやめてほしいよね。もう、その、お互い理解した同士で。でもね、あれだね、知りすぎちゃったことを聞くのもダメなんだよ。俺ね、前言ってた浦和時代にインタビュー消したことあるんだ。俺ね、この後に練習場行くんでしょとか、そういう話したらすげえ嫌な感じ。あ、もうライブ中だから挨拶してるし。あれで大きくなったの。ああ、すごいすごい。ここ椅子あるんです。松下さん、当時、ガンバ大阪にいた北川選手と、うん、ガンバ大阪で一緒にやっていますよね。うん、北川選手は席でセレッソ大阪に来てくれました、うん。嬉しかった思いがあります。当時、磯貝さんはセレッソ大阪からオファーありましたかね。あの時、セレッソまだ2部っていうかなんか、そんなんだったんで、ないんですよ。僕は行きたかったんだけどな。やっぱり、そういえば大阪にいてさ、その大阪と関西にちょろちょろとこう顔を出したりするんですけど、うん、その僕らはね、境界線が分からない、うん、どこがセレッソの場所か、どこがガンバの場所か、結構浦和なんかははっきり分かって、今いる場所っていうのは境界線上くらいで、もうちょっとこれ違いでもほら、大阪から来た人も同じよ。大宮とそのなんて浦和レッズのそこのファンの境界線ってどこにあるんだろうっていうのはもう同じことね。なるほどね。うん、でもそんな感じ。だからセレッソとガンバはそうだし。でもあと京都と神戸でしょ。だから、でもね、セレッソの方が結構上まで来てるのね。上というかまあ。人気はどうですか？俺だよね、昨日スタンド見てたらね、まあ、ガンバのサポート、俺こう、なんていうのかな、なんだよお前、ガンバのサポーター評価すんのかよ、みたいに言われると、そうじゃなくて、冷静に見て、やっぱり一周何日か前にヴィッセルのサポーター見て、ヴィッセルのサポーターも悪いと思ったけど、ガンバのサポーター見たら、ガンバの方がパワーがあるのね。全然ね。なぜか昨日の席の区割り、過去にない区割りで、普通はこう、まっすぐとか。うんなんだけど、そのまっすぐが、ヴィッセル戦の時は、一列がずっと細く、すげえ細い区割りで、上にずっと行ったんだけど、昨日ガンバ戦は、1ブロックがあって、その通路があって、その上に伸びるんじゃなくて、通路行ったら、また区画がこっちに行って、なんていうの、千鳥帽子みたいになって、なんだこの区割りはと思ったんだけど、それがなんか彼らまたさ、いい感じにやったっぽいんだよね。うん、あれはね、浦和レッズの運営の人、まっすぐにした方がいいです。絶対まっすぐにした方がいいです。もう全部入れた方がいい。そうね。うん、本来ね、全部、チアマンも入れるって言ってたんで、うん、入れたかったんだけど、今回もこれで、なかなか、難しいのかなって。水だったり。大丈夫。全然大丈夫。まあ、いいですよ。こんな、質問をしてもらえればいいな。ね、楽しいね。いつの聞きたいこと。リハーサルで聞いとった。いいよ、同じ経緯にしてもらってね。やっぱね、ミツルとか、ま、意外と、磯貝くんの話になって、高校時代の話聞きたから。ああ、まあ。高校じゃまず、いや、だから、まあ、さっきの小峰さんから行くと、うん、まあ、小峰さん断ってやるじゃん。うんうん、で、まあ、接点なかったんだけど、ある時にちょっとゴルフ行ったらね、うんうん、お前、小峰さんって知ってるって言われたから、それは知ってる、ね。全くそのサッカーにも関係ない人よ。言ったらね、小峰さんはよくうちの事務所出入りしてたんだよって。え、何ですか、うん、
ユニフォームの色がね、風水的に何がいいんですかとか、そういうのやってたっていう、見えないねーいう、だから、はーみたいな。もしかしたらあの青黄色とか。だからそう、提供とかに勝つには、どういう色の風水的な、どういうのがいいんですかとかいうのを、まあ、その有名な人に、だからそうやってよく出入りしてた。いや、徹底的に勝ちに対しての。うん、だから俺はね、そう見えないじゃん。見える。ね。いやー、やっぱり、そのもうこだわり方が半端ねえな、みたいな。徹底してるんだ。うん。で、あれなんだ、今も、長崎商家でも、そう。黄色が入ってるのは、うん、そういうのか、そういうのが来てるんだよ。で、あとはね、まあもちろん大正大からのね、そうそう、まあまあそうだね。大正大にリスペクトしてね、っていうのがあるけど、ね。いや、そうなんだ。そういうことがある。だそういうのをまあまあまあ聞かされてるから、なんかこう、ちょっとやっぱ大人になって見る目変わって、うん、で、3、4年前のほら、長井のインタビューで、ちょっとちょっと安さがちょっと心配したんで、なんとかから。長井くんのね、インタビューで。だから、あいつが悪いんだ、あいつが悪いんだ。でも言ったんで、あいつにはね、小沼先生とまあその小峰先生集めてね、ああいうことできたこと、お前しかいないんだから、あれはすごいことだぞ。ね。僕行きましょう。あれね、やっぱ、あの二人集めて相手できるっていうのはね、なかなか、そうそう、なかなか、ね。はい、行きました、行きました。まあね、すごい震えるメンバーだよね。震えるメンバーでしたよ。震えるメンバーだね。でもあれはね、舞台裏はね、提供はもう、小沼先生が喋ってても、ほら、もう、こんな感じ、なんだろう。スパイク入る、靴下入る、なんか先生の話全く聞いてないみたいなさ、ね、感覚的にその表現すると。ね、でもなんかほら2、30人いるけど先生が勝手に喋ってみんながなんかやがやおやおやしてるみたいなね先生も別に言わない先生も別にそのもうほら特にねもうだから怪我だけはすんなみたいなねでこんな試合で勝つんじゃないぞみたいな、ね、空気読めよみたいなねこれはもうその引退試合で、まあ、あっちがメインなんだから別にもう楽しくやれよさすがだなそんな言葉何十年か前聞いたことないやつね、そう思う人だって、本当丸くなったんだな。いや、そういうことがあってね。で、それでね、俺はじゃあ、国民に挨拶、あ、皆さん挨拶しに行こうって言ったら、みんな、ね、もうその、いくつだ、俺の一個上ぐらいの人たちが、みんな、30人ぐらい、直立不動で、西側からちっぺ、ちっこ電気でずっとやってね。俺、この人に助けてあげなきゃいけないって言ったから、ね、中に入っていったわけ。もう話してる途中だけど。ね。そう。そしたらなんかこう、ちょっと、あ、なるほど。なんかね、あ、そう。いわゆるサイズもあったしね。ね、そうそうそう、グッてね。挨拶行ったら、おーみたいになるじゃん、そう、みんなこう。もう直立不動だから、全然我々と違う。提供どうなってんだろう。ああ、でも、そんなのが。そんな感じ、そんな感じ。でも、また、国見のね、その、まあ、僕らと同じ世代の人たちも、それはそれで、心地よかったんだよ。いやいや、彼ら今でもそうだ。今、先生、気をつけするから、みたいなさ。うん、でもね、またこれもちょっとこう、感覚的なもんでいいです。国見行ったじゃん。はい。で、島原商業で最後優勝してるわけじゃん、やってる。うん。ね、はいはいはい。で、国見行ってさ、運命的なかもしんないけど、国見中学が俺らと優勝してるじゃん。はい。そのまま上がってるわけだから。うん。だから本当にそういうこう、ね、流れを、まあ、よく繋いでいってくれたから。うん。俺らはね、その前も言ったかもしれないけど、その、小学校の先生が有名な平小学校の先生がいるわけよ。うん。その先生に作られた今、その、オランの時に、やつら上がって国見で優勝して。熊本の、先生。先生と。長崎のその、国房先生だよね。はい、平の。平、そう。ね、国房先生。そう。あと、大分のその、新庄先生。ね。明けの。明けのって感じ。もうすごい、その、もういるのよ。そういう元々の先生。作家に全てを捧げたね、男たちが。ね、それに乗っかって、もう、だからその、もうだから俺が別に行く行かないにしても、相手も全国レベル強かった。だから別に、彼らが相手行くのは別に我々は不思議でもないし、ね、もともと力ある奴がやってるからさ、うん、ね、
だから俺たちからすると、まあ、俺は関東にいて、うん、まあ、それなりにしのぎを削ってるわけじゃないですか、うん、その自分の前中の時に長崎となるわけですよ、うん、国見みたいな、うん、知らないからですよ、国見も。そう思うあったんですか、まあ、あったあった。だからもう何俺らが3年の頃はまあ九州大会やるじゃん、うん、当時はね、あの本田康人がいた京南中学っていうのがね、うん、もうその練習試合しても国見にもうなんかその5対2とかもうボコボコやっつけて、うん、でその国見のやつもね、俺らこの小学校とかしてずっとやってる、うんうん、そしたらね、会うとね、お前ら絶対負けるからって言うわけ、お前らも絶対ケチョンケチョンやられるぜみたいな言うわけ、うんうん、ね、お前バカかみたいな、うん、でも国見とうちらがやるといつも引き分け、おー、あいつ真面目にやるから、まあ、その分かるでしょ、ね、負けたくないと真面目にやるじゃん。だからそうやってやってればあいつら負けないのに、うん、他のとこってやるときはあいつらが舐めてるから、うん、なんかこう真面目にやらないっつっておかしい、うん、まあ、分かる、ね、感覚フィーリング的にそう、あの、まあ、どちらと勝ち負けは関係なくて、この試合は、まあ、こんなもんっていうのは変なんだけど、あんまり熱くなっちゃうとさ、良、うん、くないし、あるのよ、良くないし、毎回ダービーってできないですよ、毎回クラシコできない、そういう感じ、そういう感じです、なるほどね。だからそこ敗者復活で上がってきてる、九州大会に、一回負けてるわけ、やる気なくというかなんかちょっとね、で、まあ敗者復活で上がってきたから、うん、前で試合前にさ、練習してるとこ中入ってって歩いて。お前ら下手が練習してもお前無理だろとか言って、今日も負けちゃうんじゃねえのお前とか、試合前に俺ら短パンだなんかで普通に入ってって、お前大丈夫かとか言って。でもなんかね、分かる。昔そんな感じ空気として。なんかね。あの試合行くと、おーみたいな。俺も、3は強かったからさ。3本またけど、古いさ、木造のさ、んでちっちゃいやつがさ、昔はこんな鬼ぞり入ってるさ。こんな鬼ぞり入ってさ、すげえ、さ、30歳だからこんな鬼ぞり入ってる。いやー、さすが茨城でヤンキー多いんだよ。茨城はもう今でもさ。でもまあなんか、全部ね、行くと、あっちではこう怖いやつらなんだけど、うん、サッカーのつながりだ。そうだね。埼玉からたまにこう行くと、おー、久しぶり。でもこいつら埼玉に行ったらすげえやばいよね。そんな感じするよね。あとはそのジュニアユース、うん、最初に選ばれたんですよ。ジュニアユースはもうなんだろう、ほら CTC とかって、うん、はいはい、セントラルトレース NTC だからその流れだから、だから優秀選手からそのまま上がった感じだから、特になんだろう、あれどれくらいの感覚で呼ばれたの。いやいや、でもあれ中3ぐらいからだから、うん、じゃあ15歳なんか巣鴨でやられましたよね。ああ、あれは8枠か。あ、中学か。あ、中学でしたよね。今、そうそうそう。弱い。東海選抜。あ、だって、その時にさ、あれじゃないの、学年下の選抜チームです。いや、その時にこれ骨折したんですよ。藤原さんからタックル食らって。あ、骨折したんですよ。さっきの。うん。要するに決勝行けなくて負けて、うんうん、どっかに。それで、その決勝前に優秀選手に東大戦やる、はい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 、それでシュート2点目決めたらなんかディフェンスに挟まれててシュートってこっち行ってこっち行って手ついた、なんかこっからもう腕がこの辺から折れた、複雑コース、うん、手がこんな入った感じで、うん、でも点決めたらみんな寄ってくるじゃん。いやいや、お前みんなやめてみたいな、綺麗綺麗で審判にそう審判に折れてるから審判ふいふいと足走ってきて、いやいや審判違うみたいな、これこれみたいな、折れてる、ちょっと痛い痛い。あ、なるほどね、うん、で、じゃあ大変だった。あれ中2かなんかだよね、あれ。あ、中2のそのあれの時の先発、ね、そうそうそう、多分中2だった。だからあれでもほら中1来て中1の時も行かなかった。中1の時は何もなかったんだよ。学年下の選抜チームで CTC は毎年のようにやる。 CTC は毎年でした。
ジャージとか帰ってくるんですよね。そうそうそう。そうそうそう。この CTC が入って。あ、パクってきちゃうとかね。そうそう。いや、日本じゃ日本だけね、パクってきたね。やっぱり、来たくて。そうですね。日の丸に JFA ってやってるんだよ。あれかっこいいんだよ。先輩が、うわ、なんかかっこいいの着てるなったら、多分ね、パクってきたんだよね。あの時回しだったじゃん。シックス、はいはい、スクーマとか、その、だからユニオンが毎年毎年違うから、あ、これ去年のとかさ、あ、これ3年前だな、みたいな。で、仲良かったのが一番誰？誰かな？まあまあ、うちら町田の選手だったり、あと高橋、清水FC、高橋と四季橋とかにいたじゃん。うん、とか、あの辺が仲良かった。まあ、小型熊もずっと仲良かったし。あ、まあ、小さい時から顔見知りで、ね。顔見知りでもずっと一緒だった、ね、大体。で、帝京に行こうかって話に。まあ、ジュニアユースで入ってからだね。帝京。まあ、俺も行くの決まってたから。6年生だもん、ね。そう、6年生からだから、もう。で、ホンダとかに帝京行く、行ったら行くっていうか。じゃあ先生言っとくわ。スカウトほぼだから、だから当時はこのまま先生、だからうろうろしなくてよかったんじゃない俺がスカウトばっかり。来たいやついたら教えてくれな、みたいな。うん、誰々行きたい。そう。誰々行きたい。そう。すごいよね。何言ったって。ジム来てるのほぼね、9人、7、8人って入ってくるからね。でも、これは勝負の世界で、七八人に入ってくるからって、提供ができる頭と別だね。まあ別だね。やっぱり3年生の体力あるからね。うん、ね、いくらジュニアする人。やっぱり違かった。入って、まあいろんな違いはあるんだけど、肉体的なものとか、提供で、まあ俺たちの時代の提供って言ったら、やっぱり別物の世界だよね。入って入って。いや別に試合出たからなんとも思わない。そういう苦しさを、だから、中1もそうだし、高1もそうだし、そういう苦しさを味わったことないから、わからない。二つ植えてやるのも普通だし、なんていう試合出てるのも普通だし、なんだろう。じゃあ、試合の中で言ったら、まあ、映像にも今ね、YouTube でも皆さんも確認できるんだけど、俺も結構衝撃だった。足の膝の打球。高一の時ね。あれは、もう聞いただけで痛いじゃん。で、映像も俺最近見たんだけど、いや、マジこれ。まあ、膝がこっち来ただけだね。いや、こっち来ただけで。だから、まあまあ、体が柔らかいというか、骨が浅いというか。うん、だから、逆に怪我もするけど、別に深い傷にもならない。大丈夫だよ。でも、先週に出てきてる。で次の日から歩いてから、歩いてリハビリして。あの、都大会の決勝かな。そうそう、膝外れてね。で、膝外れて、救急車で、帝京病院行って、で、帝京病院行って、箱の横行って、で、膝が外れてるから、うーとか言ってたら、うーって言ってたんだけども、やっぱこういう筋肉とかが、こう、なんか緊張してくるんだよ。ぐーって、なんか知らない間に、なんかみんなテレビ見てるわけ、決勝。その試合の。そうだ、決勝見てんだけど。で、なんか俺も見てて待ってたら、なんか皿がパカッて。自然になんか入って。ああ、なんか入ってるみたいな。まあ歩けるわ。キムさん。先日中学校の時に自分の恩師に会った時に磯貝さんの話をした際に、その先生も伊賀先生で、磯貝さんの恩師の伊賀先生知ってますかって聞いたら、平岡先生の結婚式で初めてその時会われたって言ってました。ああ、伊賀先生に初めて会ったってことなんですね。同じ中学校。あ、駒場さんどうもありがとうございます。以前大変お世話になった取引先の社長に、磯貝さんや森保さんの話をよく聞きました。誰でしょうかね、気になりますね。いいことしかやってないから。あ、藤木じゃないですか、これは。藤木じゃないですか、これは。ちょっと、ほら。あ、今、やっぱ、すみません、今、ごめんなさい、藤木さんすみません、藤木さんすみません、ミスをして消してしまいました。多分、あれには載ってるでしょ。削除。削除になっちゃった。はい、完璧に今ミスです、僕の。藤木ごめんね。
松下さん、ナイスパッツ。ナイスパッツ。あ、これ大丈夫だ。多分ブロックしたつもりはないんですけど、あの、どうすればいいんだろう。ごめんなさい。なんかね、あの、そういう対話はございません。マジでごめんなさい。大変申し訳ないです。いや、そんな話が。そうなんですよ。そういう話が。すいません、申し訳ないです。おい、すいません。それで、まあ、いつくらいにあれは復帰できたんですか？怪我して？怪我して。いや、怪我してもう1週間で走ってたね。あ、本当に？うん。あの、いや、世の中の人全然そう思ってたもん。大丈夫かな？いやいやいや。思ったら見かけ以上に大丈夫だったかもしれない。で、こう選手権で普通に出てきた。びっくりしてた。あれもやっぱトレーニングするとか痛いです。じゃあ、提供のね、ルールがある。まあまあ、要するに、10日休んだら3倍の30日を走んなきゃいけないから。だから10日を休んでると選手権出れないじゃん。だからもう、11月のもう後半ぐらいだからね。っていうことは、1週間で21日だと厳しいな。あ、そうか。いや、その、いや、怪我っていうのは簡単だけど、怪我って言ったら、それ以上の走り。3日間、そう走り込まなきゃいけないです。俺が嫌じゃん、だって。いや、もう明日にでも治ったって言ってると、3日間ぐらいで頑張って、もういいじゃん、みたいな。ごめんなさい、オッケーすって。ごめんなさい、俺の想像ミスでごめんね、ほんとに。ごめんなさい。そんな感じなんです。なるほど。で、ちなみに、愉快な仲間たち、まあ、その、まあ、商売の友達に、はい、愉快な仲間たちね。同級生何人くらい？え、同級生みんな結構仲いい？愉快な仲間たち。あ、何人くらい？入った時は100人近くいたけど、最後は30人前後じゃない？あれ、じゃあ、水買ってきて。水がいいですよ。あ、水です。水です。水が好き。最後は30人。30人。今もね、お付き合いあるでしょ。あら、みんな、うん。いや、いつも聞いて、あ、仲いいの。っていうか、まあ、せっかくあれなんだから、まあ、みんな仲良くしてさ、なんだろう、そういう連絡先でもみんなもう、うちらの学年を最初にやったわけ。で、ほら、もうお父さん亡くなったとか、そういう年代になってくるから、うんうん、ちょっといくらぐらいか、1万ぐらい年に1回集めて、ほら近い人が行ってもらった方が楽じゃん。そういうのにしようよっていう話にしたら、藤原かなんかと勝田ってみたいな。なんとか来ないってね。そう。の親父がなくなっちゃった。タイミング良すぎてっていうか、だからそういう話する前に、ちょうどその話してる時になった。でも一応名簿作ろうよってやって。あ、そうなんだ、ね。うちらの学年が名簿作らせて、後輩の池田信康とかにも、うん、お前作れよ。仲悪いだろうけど、作っとけばいつかいいことあるから、仲悪いっていうか、みんなほら、やっぱやることが先だから、みんな集まらない。下はね、うちら結構もう、集めて、飯行こうや、あれ行こうや。あ、いいね、でもそれはね、めっちゃ楽しい。まあ、今、なかなかコロナ禍だからね、難しいんだけど。だから、会った時はもう必ず写真撮れる。もう、新聞に飾れるから。ね。いつかわかんないじゃん、ポックリ行く可能性もあるから。だからみんな写真撮ろうね、まあ、大事だよね。そう。でもほら、なんていうの、会社にいる人は、だから撮っても出せないじゃん。うん。いても、だからそういう気配が一応してる。うん、まあ、暗くを共にしてっていうのは。もうね、変わらないじゃん。そう。ね、だから、人生のレギュラーだった人いっぱいいるじゃないですか。俺は補欠ですよ。いつもそういうときは補欠。ベンチ外だったり。ベンチ外だったり。スタンド OB。そう。いや、だからね、国見と帝京の OB の試合も、ここ8年、もう 8年、9年前からやってんの。そう。で、大きいコートになったのはここ3、4年前。で、相手もいないと寂しいからって、たまに埼玉教員とか、菊原志郎のコートとか、あと1個上のほら。無難にいて先輩田中さんとかケンさんとか来てやるわけ一応ね。大阪の子もさ呼んで一回ずっとやろうぜ。K
ケチョンケチョンでみんなしてる。うん。いや、じゃあ次は動画ですね。え？次は動画ですね。どこ？動画ですね。動画。よしプロジェクトで。よしプロジェクト持ちます。じゃあ今日よしプロは、じゃあ今日よしプロで。はい。またレギュラー取らなきゃいけない。レギュラー。頑張ってレギュラー取るよ。じゃあレギュラーって言ったらね、これも聞きたいなと思ったんですけど、去年の昨シーズンの終わりですけど、うん、村上さん。はい。レフリー。おー、この前の写真ね。はい、撮った写真。うん、すぐで、また、フットワークいいなと思ったけど、俺がじゃないんじゃない、あれ向こうがいいんじゃない。いや、そう、俺が。でも、同級生。はい、同級生。彼はどこ出身？東京じゃん、目黒からね。とっかく都会っ子。あ、ほんとに都会っ子。まあ、もうあいつらも、都会っ子は、田舎の人と違って、もうさっぱりしてるわね。だから、悲しいこともさ、いいことも、もうすっと忘れちゃう感じ。すごいね。都会っ子ってやっぱり、男の人も女の人もそうで、スーってこう。ね。とはいえ、言っても、妻っ子さんみたいに一緒に過ごして。うん。村上さんのポジションはどこ？ディフェンス。ディフェンス。じゃあもうなんか、イメージはできる。だけどなんかこう下がちょっとこう弱いというかね。そう。うん、なんていうんだろう。大雑把というか。だから試合には出れない感じ。うん、プレー的なこうスタイルの感覚はね。うんうん、でも、彼はその後、性能とかで。うん、あっちのね。岐阜の方で。うん、だから、まあ、昔選手権の登録人数も少なかったじゃん。うん、実際のこう何人くらいが、まあ、試合に出ても問題ないレベルだった。まあでも下の方とか入れたらやっぱり20人25人くらいいたんですよ。うん、まあ、よく小沼先生が絶対に外せない5人、あとは30人くらい、3、40人は誰使ったって同じだよっていう。まあ、あの辺も時代ですけど、ね。うん、そうなるとメンバーに入らないんで、すごくね、緊張感があるのかな。特にもういつものことだから、上からだから入らないって決まるしかない。うん、なんかプロっぽいですかね。なんかもうプロっぽい準備、普段ないんじゃない、そういう何かのためにもなんかやって準備してるからさ、うん、問題起きた時はもう常にこう。シーンってなるだけじゃない。ね、耐えるというかさ。まあ、問題は起こるよね。問題は起こるけど、それに対して波風立ってどれだけこう、ぐーっと我慢するかみたいなさ。反応しちゃった瞬間にはもう、怒り狂って何かが起きるじゃん。走りとかさ。先生からパンチが飛んでくるとかね。なんか昔だからね。昔だから、そういうものじゃなくて、波風立って、とりあえずもう、無になって、とりあえず静かにしてよ、みたいな。それは、その、影響に入って覚える処世術。そうですね。よくね、まあ、よく知ってると思うけど、うん、田口光久さん。おう、田口さんはね、提供の後強いからね。よく言ってたね、提供の後強いし、何でもできるし、たくましいよ。でも、勘違いしてるって言いましたからね。田口さんが秋田商業じゃなくて、あまりにも、提供だと思ってる人結構多くて、周りにいるのがこうね、俺の飲みの席あるけど、こっち提供、こっち提供、うん、普通にあったんで、今から呼べよみたいな、その感覚とかが、違う秋田商業の人がいて、はい、いや、これは秋田商業じゃなくて、田口だけだから。田口だけ。そうそうだ、提供そういうの。何でもやらされるじゃん、雪かきしかりさ、うん、何でもこう借り出されてやるし。うん、いいですね、うん、こういうの。かみさんとロジャースに買い物に行くので、先に失礼しますみたいなね。ネタとしていいですね。大丈夫です。あとでも。いや、面白い。キリがない。やばいよ、影響の、だからそういう。やばいっていうか、なんかもうほら、いたら別に普通だからさ、やばい感じしないわけ。ただこうやって振り返ってみたらやべえな。で、この前、大津も平岡さんも、はい、ね、うん、2年ぐらい前、熊本行ったんだね。おい、色光。俺は分かったことが2つある。1つは。お前はちっちゃい鳥じゃないから、
一人で空を飛ぶんだなみたいな。ね。だからそれを多分、勘違いしてるんだな、俺らは。いい話をなんか勝手に喋ってたっけ。ね。あ、哲学者、哲学者。そうなんですか、みたいなね。で、もう一つ。もう一回、もう一回言って、広岡先生が、うん、まあ、先輩でも、先輩でも、地元の先輩でも、マイク上に。で、ほら、その時は教育長だ。だから、お前は、お前の、なんか、お前はもう、その、大きい鳥なんだと、うんね。大きい鳥はもう、天高くね、飛び回ってるじゃないか、ね、うん。それが多分お前なんだなっていうような話を、まあ、勝手にして。小さい鳥で群れるんじゃないと。群れるんじゃないと。それは分かった。それが分かった。それが分かった。で、もう一つは、まあ、その時連れてた中学生のチームに、まあ、一言先生がね、お前ら1秒間だけね、お父さんたちにね、ちゃんと伝えなさい。1秒で終わるから、ありがとう。この言葉毎日言えと、感謝を。それで全部が消えるんだぞ。全部消えちゃう。ね、一日一日言ってんだから、本当に感謝して、その一言で最後寝る前に言え。それだけでいいから。っていうような話を、まあ、さすが哲学者が言うわけ。さすがだな、うちの。うちの親は先輩は。違うなと思ってたっけ。で、あ、もう一個、もう一個は、ひろみつ、俺はやっぱり、提供3年間によく分かった。うん。なんですか、人は簡単に死なないから。それ、それはなくなっちゃう。この子たちじゃ厳しいじゃないですか。人は死なないの知ってんだ俺は、とか言って。クレも言ってました。クレ先進道先生言ってました。そうです。進道先生、進道先生、人はね、簡単に死にませんよって。あ、なんかね、進道先生が、あの、東高大の進道先生が、あと、平岡先生に聞いてて、提供でみたいな話で、やっぱ全く同じで、うん、教わったことはまあ、あんまないんですよね。まあ理不尽を覚えてまあ理不尽ってこういうことなんだなっていう。あとは人はそんなに簡単に死なない。哲学者だ。でも、人をね、何かこう動物に例えるなんて簡単じゃないかな、うん。で、なんかいいね。大きい鳥で。そうそう。だからお前そうだなとか言うから、俺鳥年ですよ。まあ鳥年だね。俺も飛んでるから、俺じゃねえ。よく言われて、俺もぶっ飛んでるってよく言われて。鳥年だ。それはそうです。地上にいませんから。みんな俺らの代ぶっ飛んでるんですよ。そうそうそう。ね、いいこと。そう、まあ、なんかね、ほんとでも尽きないんだけど、まあ、あの、サッカーの、よくもう一個聞かれるのは、蘇我君と知り合いなんだって言うと、蘇我博光は、なんか、サッカーと決別しちゃってるんだよね、みたいなふうに思われたりするわけよ。絶対するわけよ。俺は、いや、そんなことないよ。あの、実は一緒にいると、サッカーの話ばっかりしてるよ。そうなんだよね。サッカーの話、いや、まあ、そうですよね。まあ、共通でできる話だし、知り合いもそうだし、サッカーのシンプルな部分っていうのは、すごくそこで、感じるかな。サラさん。で、なんか、まあ、選手やってた人に聞きたいなと思うんですけど、まあ、いろんな、さっき冒頭の方で言ったんだけど、いろんな監督に、と仕事をして、で、いろんなチームがあって、まあ、サッカーって、まあ、言ってみれば、選手がやるけど、監督のスポーツじゃない。監督が考えた。あ、まあ、プロ、まあ、プロだったそうです、うん。で、細かい説明したりするじゃないですか。フォーメーションの話だったり、シチュエーションの話だったり。まあ、仕事だから、そうだねっていうのもあるけど、実際中でやってる人は、ね、理論をバーッと言われて、どれだけ入ってるんですか。でも今のあれじゃないの、その選手がやっぱ監督よりサラリーもらってたら多分耳に入らない。やっぱそうじゃない、社長が例えばさ、1000万で、社員が1億で、おい、まあ、じゃあ明日9時集合って来ないと思うんで、僕11時に来ても1億稼ぎますから、ちょっと怒らせてもらっていいですかって多分言うと思う。メッシ。
ね、らしい。らしいよね。いや、でもそういうなるじゃん。うん。ね。だからまあ、その、本当かどうか知らないけど、やっぱり、健太さんにしても、やっぱり、ガンバにいるときは結構、遠藤と会ったみたいな。いや、だからもらってずっと実績だったらそうなってくるから。それは別に遠藤しかりじゃなくても。遠藤が悪いとかじゃない。悪いとかじゃなくても、もしそうやって来た選手がいたら、同じこと言うと思う。だから、その辺は、だから、その、チームが増えたこの流れが悪いのか、それが正しいのかはわからない。これが10チームだったらこんなこと絶対ないじゃん。ないね。ないね。そうでしょ？だってもうだって32、3で元気を見させられて、こういう周りが早くなるけど、やっぱこんだけ20チームも何チームもあれば。58チームね。全部入れたら、ね。全部入れたら、ね。それはやっぱり、ね。道具と一緒でね、まあ、一個一個パーツがあった方がいいからね、使うね。はい、だからそれはもうそうなるよね、うん。俺もチャンスあるんじゃねえかな。ワンチャンあるワンチャンワンチャンあるかな、ワンチャン。いや、ね、だから、その、まあ俺も当然選手の経験はないんだけど、ないから、あれなんだけど、そのシチュエーションがいっぱいあるじゃないですか、サッカーって。だから、当然、ここ、試合も見てるし、こういうふうにやってくれって言われたから、できるんだったら、誰もミスしねえし。うん、まあまあまあね。うん、だから、まあ、その辺はあるよね。でも、やっぱり、まあ、できると思ってやんなきゃ、監督もできないじゃん。まあ、そう。うちの選手止めれないんだよとか言ってられないじゃん、プロだったらやっぱり。止めれなくて、じゃあもう止めなくていいから蹴っとけって言われて、だってそれでサッカーやるしかないし。まあ実際に上手な選手も増えて、止める蹴る、飛ぶっていう部分の、そのサッカーをやるっていう部分。レベルがもう上がってきてるよね。だから、しゃくしみなレベルが上がってんだ。うん。まあやっぱりそこ大きい。なんか気がする。すごい趣味の、その、一人が持つ動きのあれが全然違うんだよ。まあ、昔はね、ざっくりとしたカバーリングとか、一対一の強さみたいなことを言ったけど、今はやっぱグループで、取るだけじゃなくて、その後に運ぶことまで要求されるんで、圧倒的に、まあ、その辺は J リーグ始まった時から比べても自然だし。別物。むしろでもみんなそんなことを教わってきてるから、やるって当然の当然と。そうだね、そこまで登れないから。こんにちは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 。出る ?YouTube。出る。ところで、息子さんでしょ、はい、息子。小さい頃言う練習してた息子でしょ。あれでもうやってないの、中学。中学は、ね、寝かしたのよ。成長するために。おぉ。やっぱりでかくなった。技術も上手くなった。いける。技術はだから変わんない。変わんないっていうか、やっぱり、その年代でやったものは、あとは理論だよね。だって分かるし、点取れるからさ、こいつ点取れないなとか点取れるなって分かるんですよ。で、点取れないと前に出したら、取れないわけじゃない。で、逆もあって、分かるほら、たまたま取れるっていうのは変なんだけど、プロだってたまたま取ってるやついっぱいいるじゃん。いや、ほぼそうでしょ。そういうことを、うちは伝えてきて。だから、絶対、難しくないんだよね。逆サイドで打てばいいだけ。そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。見てるどうして分かる？逆サイドって。分かんないでしょ？逆サイド、俺はやっぱタケさんと仕事をさせてもらったから、そこでかな、なんでこの人、今では守備のことに関して徹底するんですよ、キーパーだから。キーパーはここを守る、うん、だからキーパーは守るけど、7メートル32、ね、絶対守れないところがあるんだから、逆サイドに打ちなさい。その代わり、ゴールキーパーは同サイド、いわゆるニアサイド。手が届かない、ここは別として、それ以外のところ、まあ、要は紙コース以外は絶対入れられちゃダメだ。
どんなシチュエーションだっても同サイドで入れられたらキーパーの責任だっていうことを徹底的に彼と、まあ、5年間くらい指導だけで見させてもらったんだけど、はあ、で裏返せばそれと逆をすりゃ入るんだよ、うん、だからもう逆サイドに徹底して逆サイドにします。うちのね話がこうあれかもしれない。親戚のお兄さんが東大のなんかそういう運動のそれにでね、うん、俺にね俺が11か12の時に家に泊まりに行ったわけ、うん、でちょうどあの時はワールドカップは82年スペイン大会前後のあれで、おいお前そのゴール広い方と狭い方どっちがゴールが入ってると思うって話をしてて、そんなのどう見ても広い方に決まってんじゃんって話、いや、お前、その狭い方に入るの、うん、みたいな、絶対そんなことねえよって思うじゃん、中学校1、2年になる絶対違うんだ、絶対広い方、ワールドカップで見た、間違いに狭い方が、みたいな、そういうのはなんかこうあれだ、時計が出るからね、そういうの見て、なんか言ってたら、素人なんだ、この人、暇なことしてんなとか、そんな数えてねえよみたいな。あの、FIFA はそれを出すんですね。そうすると、まあ、5メートル以内のシュートが非常に多くて、そうね、そうするとヘディングシュートは確率的にすげえ多くなるんですよ。ね、目の前が、ね。で、当然ダイレクトプレイ。そういうのが、まあ、そういう要素を知っているか知らないかね。それが全てじゃないんですよ。そうだよね。だって、俗に言うと、打てば、打たないと入んないけど。うん、打てばコース変わって入るのが昨日の試合みたいにあるわけで、なんだけど基本はどこに打つかが分かってれば、キーパーがどこに守ってればいいかといえばディフェンスはどこに守ればいいかと、でそういう基本的なあの知識を知らずしてあのフォーメーションを語る人があまりにも多すぎるし、あの解説者の人はまあ後輩たちが多いけどあのそういう基本的なことを伝えないでフォーメーションを語るんだ、うん。だから、あの、面白くない、ね、うん。むしろ、日本語をもっと使えばいいのになっていう。わかる。俺もなんでこの人たち横文字使うのか。日本語で説明してくんないから全くわかんない。まあ、日本語聞いたからってわかるかどうかも次の問題だけど。困るんだよな、ね。俺たちの用語で言ってくれよ。ええねん、そういう風に言うのみたいな。でもさ、その、バルセロナ行って、サッカー一緒にやってみたいなのがあるわけですか。じゃあそしたら必要になったら必要で覚えるの。そうだね。覚えるけど、そう。まあそこまでやる機会がなかったんですよ、うん。覚える絶対ね。だから、うん、まあ、外国人がそう。そう。一緒にやったらね、覚えるし。普通に右って言うもん、ね。左って言うもん、ね。左とか言う。そう。言ってとかね。間違え。だから、なんていうかな、無理に海外にかぶれる必要はないと思う。海外大事だけど、うん、あの、で、当然、そこに出てプレーをしようと思うんだったら、まあ、レッツ秋元じゃないけど、うん、いつも外国人選手としてコミュニケーションを取って、うん、まあ、本当に生の、あの言葉を、自分でコミュニケーションを取るトレーニングできしてる、してるんじゃないですか。例えば、中田秀とかさ、うん、あ最近、ね、うん、あの、早い言葉の勉強したりとか、今なんかも喋るのが普通でしょ、うん、普通だね、うん、だから必要だったら必要でそこでするんで、でじゃあその人たちが日本に戻ってきてその言葉で話してるかったらしてないじゃん、うん、なんで言ってるんやとかそんな、うん、細かく話すのかなって思うんですよ、うん、まあ、俺戸田さんとも話したいですけどね、うん戸田さんとも話したいですけどね、戸田さんもすげえ、いやー、どうなのかなって、戸田さん、あなたは、いや、ただプレミアリーグでプレーしてたから、すごい、いや、だけど、プレミアリーグでスパーズの監督、その時誰だったか分かんないけど、そんな細かくフォーメーションの話したかなって、されたことあるフォーメーションなんですか。我々ですね。3バックだよ、4バックだよ。うん、我々ないよね。ないよね。で今あの言う人もいるんだけど入らない入らない、なかなか難しいねだから今回浦和の監督どうなの、細かそうじゃん、細かいね、細かいね、細かいけど、あの俺がまあ三つ目なんかもよく聞いてると思うんだけど、昨日も話したんだけど、
おそらくだけど、2年目で、で、今年メンバー13人も入れ替わってるんだけど、うん、ボールの運びとかに関しては、自分が思ってる以上にうまくいってると。自分が思ってる以上にうまくいってるから、自分の次のフェーズに入る、早く、もうちょい早く入りたいんだけど、うん、多分もう本当ゴールなんですよ、うんうん。ゴールの最後の詰めの部分をやりたいんだけど、やりたいんだけど、人はいないから、ね、いないから、もう、そうなると、今、そういう部分では危険なのは、選手が飽きちゃうんだよ。新しいことやって新鮮で、うん、メンバーも変わって、レギュラー争いもある、スタメン争いもあるから、すごいいい状態でチームは動いてるんだけど、まあ、結果は出てない。でも、次のフェーズとしては、最後点取れば勝ちだから、うん。その点を取る詰めのところを逆算して、うん、例えばじゃあ、磯貝博光に点を取らせるために周りは作る。うんうん、森山康之に点取らせるために周りは作るっていうのがサッカーじゃないですか。裏に行くと今、誰に点取らせるかな、うん。ここまでやってって、ここまで行って、ここの最後決めなきゃいけないところ、この監督がいじりたいところ、触りたいところが触れない。だもうちょっとゆっくりチーム作りができれば、作りっていうか、もうちょっと、アラも見えて、ここ改善しますってやっていけばいいんだけど、ミツルどう思う？昨日のゲームでどう改善したの？点取るとこやるよ。取れる気がしないけど、でも点取るとこやる。他だって逆にやられる気した？そうは全然。前の試合やられる気した？しないですね。京都戦を一発やられたけど、それ以外やられる気した？だから、逆にやばいな。後ろ良くて、球つなげて、最後のフィニッシュだったから。監督一番今辛いのは、人がいないんじゃなくて、最後のページ。そこで点取れるようになると、バリエーションとなるんだけど、うん、守備をしっかりやる、ボールをつなぐ、前に運ぶまでできたら、ゴールというメンバーがいない。だからそこが、そこのページに入れないから、次のページに、あれはバリエーションは増やせない。っていう状態に俺はなってるから。これ結構やばいんだよね。やばいっていうか、うん、それ勝てばいいんだけど。そうですね。勝たないと、そのやっぱり前の人がいないよね。でもまあ、そこまでボールつないでなんかできるってるならあれじゃない？やっぱりその、ああいうフロンターレみたいな、ああいうこう、本当の強さみたいなさ。うん。ものが次フロンターレするでも一回勝ったんでしょこの前ここまでねフロンターレもなんかちょっとやっぱ中盤の人がいないよ、うん、そうだねあそこは中盤の人がいないやっぱりもう出しちゃってるからね、うん、あれあれで大変だよねだからやっぱレッツはそこでボール取ろうとしてる取ろうとしてるし取れてる、うん、中盤でね中盤まあああいう昨日もね、小林優出してリアンドロ・ダミアンは、だから、次の3月2日の浦和レッズ戦も、レッズもメンバーを落とし、臨んで負けちゃって、まあ、フロンターレ勝ってるけど、まあ、同じチームに短い期間、1ヶ月に2回負けるわけにいかないじゃん、フロンターレ。レッズとしては、シーズン始まってから勝ってないんだから、勝たなきゃいけないって言って、まあ、これは行くでしょうね、行くんでしょうね、別に。行かないの？残念ながら。なんで行かないの？まだコラス。コラスでしょ。コラス。いいこと。行かないの？オープニング。本当に。あのゲーム行かないんだ。なんのプレッシャーなの？行った方がいい。レンズ行かないの？あ、ヤナさん。手がね、はい、吉田さん、磯貝さん、こんにちはと。こんにちは。ありがとうございます。キリがないですけどね、面白いですね。ということでですね、まあ、とりあえず、ヨシプロジェクトを立ち上げて、磯貝に広光動画をできるだけ定期的にやりたいな。頑張ります。どうでしょうか。なんで、取りに来てよ、今日も。小道具でやることないですね。もちろん。もちろん。役に立たないです。あんた今日本当は来たかったけど来れなかった F とかね。
今ロジャースに買い物に行くってことなんで、あの奥さんからあのプレッシャーとしてこの後出かけるんだからっていうふうに言われた。そんなところです。皆さん、あのこれからちょっとそういうことでよしプロジェクトを立ち上げてい、きたいと思いますので、あるいはね、磯貝通信ということで、磯貝通信、今日ここに来てます、あの短い動画を、あとはあの普通にリモートでつないで、ああ、いいですね、リモートですね、結構あっちこっち行ってるからね、送りますよ。あっちこっち、ほんとだよね。俺結構行ってるんだけど、あんまり行ってるって言いたくないから行ってないんだけど。まあ、あとはね、このコロナ禍で、いや、大活躍だよ。なぜかって言ったら、優しいなって言うんだね。他の YouTube やってる人、動画やってる人を応援。随分しましたね。でも、しましたね。でも、随分続いてないとこも多いです。あ、そうですか。全然俺、が見てない。見ないから。本田君のチャンネルはどうなんですか？僕も先に見てるんですね。あのね、YouTube はね、ある日突然気がついたら終わってること多いんで。あれ、続いてない？多分、続いてないと思いますね。あ、そう。まあ、山田くんの。あれは終わってますよね。すごい見つかったんですよね、最初に山田。そう、いけたと思うんだけどね。うん、なんだろうね。あそこで踏ん張ればいけたと思う。うん、あとはね、軒並み苦戦してるね。俺なんかはもう安定じゃん。もうメンバーシップを増やすことばかり。あれはナス。あれはぶち抜けです。あ、抜けたの？あ、ぶち抜けです。いや、トップ YouTuber です。そりゃそうだね。だってイニエスタとか普通に出てるの。いや、俺だって磯貝博道出てるね、普通に。そりゃそうだ。そりゃそうだ。ね。絶対こっちの方が面白い。イニエスタより磯貝さん。やっぱこれが事故だ。いや、違う。いや、今日小顔の人間これ見るでしょ。てか、いや、その後も見るでしょ。てか、見ろって言うでしょ。やばいよ。今日の話もやばいよ。で、また俺の話を。俺、吉田、こいつ、仲いい。仲いい。もう、電話も、磯貝と会うって言ったら、俺に連絡来ちゃうからね、みたいな。ちょっと話持って、いやいや、いいね、持ったぐらい、持ったぐらい、磯貝から話しちゃってくれ、持っちゃって、いや、いや、俺だけ持ったから、ねえ、カットしちゃってさ、そのほら、村上さんにシャープになっちゃうとさ、いけないなって、俺だけ盛りまくっちゃっていいね。あ、でもね、まあ、村上さんとまた、話になるんですけど、まあ、50過ぎてまで。まあ、第一線で、ね、J リーグ関わってたってのはすごいね、やっぱり。そうそう、同級生としてね。明るいよね。明るい。うん、変わってない。会った時にもう、あれなんです。まあ、髪の毛も明るくなっちゃう。元気だもん。元気。で、自分で色乗っけたりさ。うん。俺が言わせても全部何でもやってくれる。俺のところにもちゃんと送ってきてる。さすがだよ、ね。さすが提供。提供。やっぱ提供なんだ。提供なんだよ。ああいうとこ見てる。書いてあった人、自分では副キャプテン、俺は副キャプテンがどうも知らなかったって、そうだったでも長距離、一番速いんで、ああ、じゃあやっぱりレフリーやるんで、もうだから長距離めっちゃ速いんだ、そんな感じ。面白いね。面白い話だ。いや、結構重要な話ね。重要な話。重要な話。キャプテンが、副キャプテンがどこか分かんないんだよ、俺がキャプテンがどうも分かんない。いやすごいね、そういうところでは。一つ選ぶ？ね、岩本三郎さんとか行ったな。今じゃ、マッタさんとか。ああ、そうか、そうか。マキタさん、そうね。鹿西レグス。鹿西レグス。先輩たち。いい人。鹿西レグスからね。金子屋の。ああ、マーちゃん大先輩。わかんない。金子屋っていう。あ、前回聞きました。あだちの。ゲスト、そうだよね。平岡さんの。俺らが平岡さんと、こういうつながりがある。五丁森さんが、は一緒に住んだ。でも平岡さんのお父さんは、一回しか訪ねてない。だけど、一回訪ねてきた。金子屋のおかみさんが、
トーンがちょっと、トーンがこう、フライトになっちゃって、あ、五条森君の話みたいな話じゃないか、その平子君の話。平子君の話平子君の話なのとか言って、いや、いつまでっていい話聞いたんだけど、一度だけね、卒業の前にお父様が、3年間、ありがとうございます。ありがとうございます。大変、ご自宅申し訳ないですが、同期と、バケツ同期をお借りできますかって言って、お借りしたら、トイレ、便器、ピシッと来て、何年間、失礼しました。で、熊本の人だから。それをまた平岡さんに話すと、また同じ空気感を出す。熊本の教員本当にね、平岡さんの俺一番最初のね結婚式出た平岡さんがね、うん、2人とも教師のところだから堅苦しくてもう息できない感じ、ね、そこに磯貝博光登場え、パーマ君になるとそうかけたし、田口さんもいた、田口吉野ってなった、ね、あの、筑波さんね、そうそう、もうあのいっぱいいてでもみんな教師だからみんな堅苦しいわけじゃん、挨拶から全部語るし、こういう空気ダメだわ。そう、俺に合わないわ。そういう感じだったけど、でも、まあ、有名な、提供には有名な金子が。そう。大戦。で、みんな橋を渡って。帰るんだよね、ちゃんと。一緒に行くのは、ほら、まず西浦です、ね。うん。途中から10時。下宿だった。それはもうすごいよね。はい、ありがとうございます。今度さ、十条歩きたいです。ああ、いいし、行きましょうか。十条。俺もほら、おじさん、おばさんが十条行って。あ、そうなの？だから、ゴリラね、うん、ちょっと、吉田さん、付き合ってもらえないって言って、十条行って、車止めて、こっちなんだよね、こっちなんだよねって言って、あいつ、自分の下宿に歩いて行ったと。うん、多分なくなって心病むもうなくなってしまう。で、なくなる前で、取り壊し前で、それこそ紙が貼ってあって、いついつに取り壊しますみたいなのが、もう彼はもうめちゃくちゃやっぱり感動してる。そして、近所のおばさんがいて、やっぱこれ、俺らこう、ね、中年の男子がこうやって見てるわけでしょ。で、おばさんたちがたまたま話したんだけど、あ、で、ここどうなんですかみたいな話をしたんですよ。紙貼ったら。そしたら、なんか取り壊しになるとなんとかで。え、そんな話ですから、不動産屋って思われちゃった。そりゃそうでしょ、こんないかつい二人で言ってたからね。そしたら、おばさんが、あ、僕ここに住んだんですよってゴリが話したら、あ、そうなの、昔はね、ここの前でダッシュしてる子とかいたわよって、あ、俺です。もう出してたよね。あ、俺ですっていう話で、おばさんが偶然にも今から何年くらい前のかなって言って、ドンピシャで俺ですみたいな。あ、そうなんだ。で、まあ朝早く行かなきゃいけないから、名刺どうするの？ランチハウス行って。あ、ランチハウス行きました。行きました。もうないね。ランチハウスないんだ。駅前にね、ランチハウスっていうね、定食屋があって、うん、量が多い。最高です。ありがとうございます。まあ、そういう提供じゃないんですけど、ぜひ今度また提供の人入れて。なぜかって言ったらね、やっぱり僕らの世代はね、高校サッカーがそこ提供を見てるわけですよ。だって俺、提供の子が打たれるから。すげえ甘いね、それ。だって、それくらい見てるの。あ、そういうこと。うん、影響を生まれるのと言ってるね。ああ、影響を生まれると思うと歌えるくらいね。ああ、菅さんね、こんにちは。遅くなりました。よろしくお願いします。今日アーカイブ見てください。面白いと思います。ね、ぜひ。はい。磯貝さん、今年、セレッソ大阪どうですかね。3試合して、負けはないんですけど。まあ、取りこぼしなかったりとかでも。そこだよね、プロはね、うん、そこだと思う。チームにはなってきてんじゃない。それこそ小菊さん、うん、プロの経験はないけど、
プレイヤーの経験ないけど、まあ、なんか日本サッカーもそういうふうになってきて、うん、しっかりと指導ができる人、プレーができる人、話ができる人、物事ができる人とか、分かれてきたよね。うん、いいね。それでも私は、うん、私はね、現役まだ目指します。ワンチャン。ワンチャンいっちゃう。誰か、レッツだったらやっぱり5000万くらいいるかな、いいじゃん。いいじゃん。登録して、あれして、だからクラウドファンディングだな。クラウドファンディング。俺が1試合だけ出るための。クラウドファンディング。でもやっぱほら、カズとかが引退しないと最年長になんないから。うわぁ、なるほど。え最年長のためにはやっぱり、もう真似して福田さん出られたら福田さんが上だったから、4年ぐらい長生きしなきゃいけなくなっちゃう。厳しい。これね、もう意外って思うかもしれないけど、やっぱりね、磯貝博光がこれ、すごいなっていうのはね、先輩とちゃんとリスペクトするんですよ。当たり前だって言われるんだけど。なんか俺らの見てるイメージから言うと、そう見えないわけですよ。そうなの世間見えないわけで見えなかったんですよ。ああ、そうですね。そう。全然そんなことない。先輩には全部さん付けなんだよ、ね。今の J リーガーみんなくん付けだから。うん。気持ち悪いんだけどさ。くん付けする上の人いる？いや、いない。ないよね。いない。ないなんてくんとか言わないね。他にくん付けはどうなの？ない、ね。年がさ、10ぐらい離れてくん付けとか多いし、世話に言ってんだけど、うん、てめえ、お前世の中が許しても俺は許さねえぞ、うんうん。普段呼び捨てにしても、まあむしろね、くん付けで呼ぶなら呼び捨ての方がいい、ね。うん、まだね。うん、まあ、イニエスタくんじゃない。イニエスタ呼び捨てなのね。牧野くんって言うんだと思うよ、たぶん。イニエスタくん。イニエスタくん。イニエスタくんって言ってほしいです。クイズ番組みたいなやつじゃん。平成教育委員会。イニエスタくん。でもイニエスタとかボール蹴って見ててうまいと思うじゃん。やばいよね。やばいでしょ。右とか左で蹴るのあれ、やばくない？やっぱり。やばかった人にやばいっていう。やばい、自分がやばいって分かってないです。いやいや、でもやっぱ今あんな練習の動画ほら見せられて、練習でもやっぱあんだけ正確に蹴れるからやっぱ試合で蹴れるっていうほら証明じゃない、ね、でもまあ昔の武田信弘選手とかもさ、あんなできない選手ゴール取れるみたいな、どんだけどんなにキーパーがびっくりしてる。皆さん聞きました、これね、サンでも組んでもないですよ、選手って言いましたからね。どんだけあのキックのマジシャンかっていう。武田さんはキーパーマジシャンです。マジシャン。大体ね、こう、二十歳ぐらい前でね、まっすぐ蹴れたの。だそうじゃない、日本代表でほら、若い頃出た時なんか、すげえシュート決めてなかった。すごい、なんで決めてるどんなに決めてるのもう二十歳以降、なんかマジシャンみたいなさ、キーパーの前でバウンド変わるとかさ、なんかそうじゃない。なんかそういうのを専門にしたのかね。これくらいの、ね。これくらいの。なんかゴール前でちょい、ね、ちょい触りの。いや、だって結構ね、我々の世代だったら、武田さんのすごいの見てる、ね。うん、なんか、すごいシュートとか突き刺してたの見てたんで、二十歳以降見たことない、ね。いや、ごっつぁんすけど、あの人にポジショニングは考えてる。ああ見えてポジショニングに関しては相当考えてる。サッカーだから、あの人の頭で。うん。感覚、よくゴール感覚って言うじゃないですか。思わなくて。ゴール感覚。ああ、ゴールの感覚じゃないね。ゴールの知識が。もう俺は宇佐美見てて、そう。あれ感覚で打ってあんなに決まんないから。あれ何回も練習してあそこに決めてるんで。いや、そう、もう、だからインスタなんかあんな10本蹴って10本ぐらい入るイメージじゃん。うん。まあ、ポストから外れるの1個ぐらいしかないじゃん。まあ、本当だよね。なんか。なんかちょっとその、でもなんか体も久しぶりだったら絞れてきて、絞れたら元気なくても大変なんです。なんか違うコンドロイチンじゃないか、そういうシーン出してね、元気が出るなんとかとかいうあるじゃん、なんとかになりね、なんかそういうそっちの方をちょっと探してきてやった方がいいんじゃない？いやまあでもエージェントとしてやっぱり、よしプロジェクトでちょっと動画多めにアップして、うん、
で、そういうなんかほら、もう老後のなんか薬みたいなのを、とか、どっか、陽明酒みたいなのが、命の母とか、あるじゃないなんかそういう。そういうのを連れてきてもらってね、3つぐらい。まあ、まず、人を紹介します。オッケー、オッケー。そっから始めましょう。ね、我々ほら、年金がないから。そうそう。それまで蓄えないとね。厚生年金ないから、その分を、蓄えるとか。ありがとうございます。わかんないよ、時代は。だからほら、こう、広蜜印の、こうなんか、サプリメントとかで。これを飲んだら僕も元気。僕らしてんだから、この健康で。そうだよ。そうでしょ。っていうことは俺は本当はこう、なんかできるんだけど、しないだけなの。だ自分でやるの大変だから俺がやる。あ、そう。皮も余りもなくさ、もうちょっと。そう、だから少しずつだからね。やばいよ。だって、俺さ、安井のさ、写真をチェックするんでさ、昔の写真見たらさ、合宿来てくれた時ある、うん。あるね。痛風出ちゃってさ、大変だったんだけど。痛風じゃないんだよ。あれは。あ、痛じゃない。あれは、ぐる、あの周りの水の中で遊んだじゃん。あ、倍菌？倍に入ったわけや。で、表面があそこから。そうだったんだ。で、あんな腫れたわけ。そう、俺痛風だと思った。そうじゃない。いや、俺もそう思ったから、いや、なこれ腫れたなと思ったら、全然違ったの。それで、あそこ赤十字病院行ったんだ。そしたらね、ここ腫れてるって言って、あれ、それ知らないよね。これ面白い話。ね、行ったの。で、こうやってこう、なんつうの、病院のこと、こう、寝てこうやって、まあ診断だからこうなるじゃん。してみたらね、この足の甲がこう、先生、これなんとかって、今流行りの、なんかそういう、ばい菌入った病気じゃないとか言ったら、ちょっといいですか。このふくらはぎも腫れてますよねって言われて、めっちゃおかしくなって、うん、いやふくらはぎもともと太いじゃんみたいな話じゃない、うん、でもその先生は足の甲の腫れよりもふくらはぎの太さに、いや絶対腫れてますよ。いやだから先生これ違うでしょ言ってるのに3回言うんだよ。でそれ横で聞いた看護婦がこの会話の面白さにね、いや先生分かったと。ね、じゃあこれはもう血液検査していいから、糖尿でも何でもいいから調べてよって。で、調べるって何かするから、結局土曜日のあれ診断があれだったから、うん、2時間ぐらい待たされた。でもまあ点滴室の間してて、こうやってやったら看護婦さん来て、どうも、これふくらはぎ腫れてるとかいう話をしてたら、もうまた笑うわけ。だってさ、右手左手一緒じゃないんだよ。だから別にこれ腫れてるわけじゃなく、いや、一応俺も玉蹴ってたから、こうなんだけど、いや、足の方だけでしょって言ったのね。うん、思うんですけどね。先生、面白いですね。で、2時間待って、ね。先生、診断書でも何も書いていいよ、言って、土曜日出勤なんだろうから、ね。俺も頑張って協力するわ、診断書書いて、って言う。そしたらね、別に検査も一言もやらない。ちょっと先生、血液検査どうなったんですか？俺の糖尿とかなんか言ってたけどどうなった？全然異常ないですね。いや先生言ったでしょって。俺言ったよねって。もういいよ先生俺は。やだ急がないでさ、こんな感じの人です。セニョルさん磯貝さんの対談みたいですねって。ああありですけど、ありですけど、セニョールの方が構えちゃうかもしれないな。やっぱほら、人を雇う側と雇われる側っていうね、やっぱ当時のその関係もあると思うんですよ。なんでね、あると思います。セニョールさん、佐藤秀夫さん、上白石さん。上白石さん。で、今日か。火曜日に出てもらった。あ、そう、うん。多分、ということで、非常に楽しい人で過ごすことができました。ミシでも行きますか。あ、行きますか。じゃあ、ミシで行きましょう。練習？じゃあ、あ、これ止めてください。はい、ということでですね、FG フットボールアンダーグラウンド、今日はですね、磯貝博光さんを紹介していただきました。ちなみにですね、これ最後のきっかけ、
切り取りできますんで、もう切り取りできるんで、アップしてください。僕の方に連絡くれれば全然構いませんので、切り取ってくださって、好きなところをアップしていただければ。もう提供話とかもどんどんアップしてください。特にないと思うよ。まあね。磯貝さん、ありがとうございました。面白かったです。吉田さん、お疲れ様でした。ちゃんと。そうですね。毎日何時間ライブしてるんでしょうね。いいよ。話す内容があるので、ね、まあ、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは、最後皆さんご唱和ください。あ、歌聞いちゃおうか。あ、コメントが来てる。誰の歌？テーマソングがあるんですよ。おぉ。吉田さん、磯貝さん、みつるさん、お疲れ様でした。チャオ。みつるさん出てる。ありがとうございました。続きよろしくお願いします。小手川さん、吉田さん、磯貝さん、お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。ということで、たくさんのね、方、ご参加いただきました。また、夜なんかに、何か、やれることがありましたら、やりたいと思います。じゃあ、ハードだね。さすが。それでは、チャオでは、チャオ。出た。土音出てない。これ僕音切ってるんですYeah, I'm sure not.